ヘアサロン、コモリ。アンパンマンやんか。あ、なんか、アンパンマン真似したらいいんじゃない。どういうことだ。顔がなんかでも似てきてるよ、すごい。アンパンマンに、うん、確かしんちゃんとかよくやってるけど、ホラーって何。見て。さあ、始まりました。ヘアサロン、コモリ。ウヨシ芸人のコモリ屋さんです。しん。ドン。サイ。アンパンマン。発進。あ、スタート。やられとるよ、アンパンマンが。イカちゃんです、よろしくお願いします。ほら、見て。何？こっからスタートってなかなかないでしょ。めちゃくちゃアンパンマンだ。めちゃくちゃアンパンマンって何よ。だいぶ久々だね。サボってごめんよ。ちょっとやっぱきしんでるよ。あーアイロン最近使うんでしょ。そう、最近外ハネ女になったからさ、うん、うわえ、じゃあいつもと同じパチンパチン。ダメ。なんで？今日は違うんや。え、明日は今日は違うや。バチンチョビーンで頼む。え、もう引退したんじゃねえ。なんでよ、いかにバチンじゃなかったら引退とかないから。え、外ハネ女になる。そう、外ハネ女になるから、うん、それに沿ったやつやってくれ。一回公園寺からどこ引っ越したの。引っ越したんでしょ。だから YouTube で言ってたやつ。何ここだけない。桜上水。桜上水に引っ越したんや、うん、なんでそれは。え、あのね、人と住むために。え、ちょっと男だ、女だ。おめでとう。女なんだな、これが。怪しい。逆に怪しい。女と二人暮らし。誰？友達よ。え、何の友達？あの、地元の友達。え、そんなことある？あるあ、そう、まあね、確かに。東京7年来てる。確かに、ね、いや、それは思うよ。いかも思うよ、それは。今更って思うよ。住む人いなくて、うん、男芸人と住んでたのに、うん、ね、ずっと7年間男芸人と住み続けて。今更ここに来て。確かにね、なんか部屋が余っちゃったんだって。へえ。その子が、あ、じゃあもう部屋はもう入ってたってこと、先に。そう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 、友達がもうその前部屋を借りてて、うん、で一人で、二人で住んでたんだけど、一、うん、人で出てっちゃって、部屋が一つ空いちゃった。じゃあいいね、もうそのいろいろ手続きとかはそんなに。うんうん、そう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 、家の手続きはない。どう、女二人旅は。二人旅、うん、あれを旅と呼んでる。でもいいよ、めちゃくちゃ気楽に、気楽に快適。使い方が、あ、そう、綺麗。綺麗でもないよ、でも。そうって言ったら、これ見たら怒られるかもしれないけど。でもなんか、そんな綺麗好きな子じゃないから、うん、全然。そりゃそうだよね。全然大丈夫。あの友達は。なんで。なんでそうなっちゃうの。その子社会人だからさ、うん、その友達はさ、だからイカが結構、うん、朝空いてる日はお弁当作って、持たせてる。いい迷惑だね。なんでよ。迷惑だとは思ってないでしょ。イカが持たせてるの。そう、イカが持たしてる、うん、持たせてる。お母さんみたいな。女性同士だと喧嘩もあるよ、それはもしかしたら。まあね、なんか良くないって言うよね、その、うん、何数っていうの。偶数か奇数かどっちか、うん、2人の、2人とかは良くないって言うよね。やっぱ3人とかがいいって言うよね。もしその子がさ、うん、男できたらどうすんの。さあ、本当に出てしまうって言って。いや、だから一番の不安がそれよ、今。先に言ったそれ、話で。ええー、言ってないけど、うん、先に言っとかない、その子はどうあるそれ、そういうパターン。確かに。いや、急に出されるよ、家帰ったら。確かに。そういう時冷たいもんな、女って、うん、そういう時って意外とさっぱりしてるんだよな。怖いよ。それが一番の怖みよね、正直。一緒に住みたいからって言ってもらっていいが一番すぐ出ない。もうその後でもうちょっと来週から住みたい。早っ。そんなにイカコロコロ家帰る人じゃないよ。宿借りみたいな。家へ転々として、うん、外羽ねセクシー女になってきた。前髪ちょっと水溜めする。前髪だいぶほら、うわ、もうないじゃん。いやだってそのぐらい攻めない。前髪いいの、止めるの。
止めてなかったの？止めてない、前髪は。前髪は何もしてない、くるんってちょっとしてたぐらい。おんまゆでお願いします。おんまゆ超えていい？おんまゆ超えるって何？いつもおんまゆより短いで。そうだよ、おんまゆよ。おんおんまゆで、じゃあお願いします。でもちょっとあの来るのサボったから一回イカが前髪にメスを入れた。なかった、ブチ切れるとこやったらもう少し伸びてたら。なんかさ、大人女性にさ、うん、あの成長しようと思ってさ、うん、その外ハネにしたらさ、うん、子供っぽいって言われた。逆に若返ったって。あれおかしい、おかしいな。そんなことない、やり方か。まあでもこれで人類にボブが増えすぎた件を脱出できたから、うん、大満足はしてるよ最近。でまたね、これにまたなってきたら次ボブにまた戻す。まあ作戦でしょ、だからこっちにみんなこっちだよってやっていて、僕が少なくなったらいいんですよ。みんなが人類に外羽が増えすぎたらイカはボブに戻すよ。やっぱね、悲しいわ。何が悲しまないで。毎年イカはさ、もう何年も7年も一緒に東京でさやってきてさ、一緒に、うん、ね、わざわざドライヤーやりながら喋らんのに誕生日忘れられるとは。それは誠、誠、誠だよ。誠にね、ごめんとは思っているよ。いい？イカちゃん。ちなみに今欲しいものあるんだけど。ダメ。え？一回言わないで。何が？ちょっと怖いから一回言わない。いや、イカも誕生日でしょ、もうすぐ。プレゼント交換じゃない。待って、一回言わないで。怖いから。バカ高いもん言ってきそう。もうこれだけでもちょっと、いつもよりボブじゃないでしょ。うん、確かに。うん。これちょっと量減らして。金八先生じゃないよ。ねえ、その長さにしたのあなたでしょ。うん、うん、こもり、こもり。金八先生。それやってる？やってないよ。たまに言われるけど。これはどうだったの？どれでど、どれでど、どれ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 。赤チャンネルズのお前イカゲーム、イカゲー、タカゲームでしょ。タカゲームだって。そう、タカゲーム。大変だった？大変、うん、まあイカはすぐにあれだったんだけど、うん、負けたんだけど、でももう本当になんか初めての体験って感じ。タカさんはいた？タカさんはいたよ。会えた？タカさんは会えた。どうだった？タカさん会えたけども、でも今までも会ってるか別に。そう、何回か、それこそでもタカチャンネルズに、あの出させてもらったから一回。もう分かんない、別にうわーってなんないからさ。もう分かんないでしょ、だって今まで見てきてた、ちっちゃい頃。うん、そんなに。怒られるよ。なんかそれはだって本当だから、ちっちゃい頃見てない人っていう。そう、でもなんかその1回目の時はうわーってなったの、うん、でも今回はあのもうね、もう慣れた。いや違う、あったけど、そのほぼ顔が出てないのよ。なんかだからなんかだし、なんかそのソーシャルとかもあって結構距離があったから、あんま高さに合ったっていう気分になってない。いかが、あとほとんど喋ってたのマッコイさんだし。マッコイさんと喋る？マッコイさんも喋る、うん、マッコイさんもね、まあ人気だからね、うん、でも森本さんがすごかったよ、回してたよね、あのやつは。
こう森本さんがいないともうそんな終わってたかもしれないってぐらい森本さんがすごかった。もうなんか人力でやるやつはやっぱ人力じゃないけど、ああ若手使うのってあんまなんか数字悪いんだよね。そうなんだ、うん、あんま若手好きじゃないのかなみんな。まあでもタカさんが好きだからね、まあ、本当のやっぱ若手だもんね。名はまだそう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 全国で見るとそうめちゃくちゃさ、うん、あのそのバレーあバレーボール、うん、マシーンみたいなのでさ、うん、ボールをぶつけられるゲームをしたんだけどさ、うん、あの本当に取れないんだよ。もう手も足も出なくてさ速いんだけど、うん、でなんかさやっぱさ男の人ってさなんか手を出せるのよ、うん、なんか本当にすごいなと思った。キャッチできるってもうそこまでもいかない。そうなんかさでなんか手をさこう広げようとするとさもうなんかボールがすぐ来て、跳ねられるの。スピードが対応できないの。そうそうそう。でめちゃくちゃなんか股間にさ、うん、当たってさ、いかの？そう。めちゃくちゃ。狙われてて。うん、でなんかなんか男の人はさ、うん、痛いって言うじゃん。なんか蹴られたりしたら。うん、で女の人って分かんないじゃん。分かんないって言うじゃん、うん、そういうの。でもあの時初めて分かったかもしれない。痛かった？強烈なしびれに襲われた。当たった時に。マジでいや3発ぐらい来たのよ直撃。で本当にいかマジで。もう感覚なくないみたいな。痺れて。そ一発目はじゃなくて。一発目はもう痛いってな思って、うん、もうそっからだんだんもうなんか本当に感覚が失われてて。で男の人ってこういう感覚なのかなと思ってさ。ああそれじゃあ、タカチャンネル見ればあるその人の衝撃的な。ある。でも違う、しびれじゃないもん。え？もう、立てない。ああ、そういうこと？一発で。だからなんだろうな。立てないんだ。刺されたみたいなこと？崩れ落ちるってことでしょ？そうそうそう。なんだろうな。崩れ落ちはしなかったけど、もうなんか、ほんと、なんかついてないと思った。下半身もうないと思ってぐらいなんかね、うん、もう感覚がなかった一瞬。小指足にぶつける。ああ、ある、ね、の強化版みたいな感じ。小指足にぶつけるのも意味がわからない。小指角にぶつけるのの強化版みたいな。強化版、うん、まあでも確かにあれは痛い。あれを強化させる。痛いでしょ。痛い。それとは違う感覚やったから。確かにね、それとは違うかも。もうなんか下の感覚がなくなって。なかなか若手はね、そういう仕事の経験やっぱすることないもんね。そう、ないからもうなんかすごい経験だった。しかもその当たった後というか、うん、そのダメだった負けちゃったらさ、罰ゲームがあってさ、うん、なんか水鉄砲みたいなやつで。タバスコの薄めたやつを口にめちゃくちゃシュ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 ってやられるの。それがまあ痛い。薄めたって言ってるけど、うん、マジ現役並み。やっぱガチなんだね、ユースとかさんとかも。イカとかはなんか結構最初に負けたから、そのもう多分様子見で多分 そこまで多分量をねかけられなかったのよ。でもなんかだんだんそのみんな長くやられだして、途中でお見送り芸人しんいちさんがやられた時はもうなんかマジで立てなくなって、なんかもう口にもなんかもう全部についちゃってさ、多分目とか鼻とか耳とかでもう立てなくなってて、目も開けられなくなってもう介助が必要になってた。介護ね。介助、あ、介護。介護が必要だ。タイトル間違えて必要になっててさ、その後顔洗ってたから大丈夫になってたけど、これが昭和のお笑いか。いや、ディスった最後。いや、してないよ。いディスってな。だってなかなかないでしょ、今は。昔はだってよくやってたって言うじゃない。ちょっとちょっと、平成があって、今令和で。2個前。だって別に高さん先生はいたよ、全然テレビで。ああ、そうか。
でもタカさんは昭和生まれでしょ。スルーツやまあいいかまあいいかあいいじゃんそれ、イカにかけてさ。そうだよ、なんかミスそうやってんの、うん、たまにね。でも今は手が出せなかったからここら辺でちょっとやった。やっぱパサパサ。まあそうね、前髪だけツヤツヤ。これはトリートメントセント行けるってこと。今度トリートメント予約してはいいかも。予約、うん、今やってるから。いくら。6000円。ほんとサラサラになるか。でもやっぱ一回やった方がいいよ。イカワダだからサービスしてあげるからさ。でも一回やってもらったよ、コマリ。前から進化してるから。マジ、うん、きれい、きれい、上がってる、きれい、大丈夫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 。去年はイカにさ、俺アイロン買った、ユニクロで買ってもらったよね、ヒートデックいっぱい、うん、え、去年はさなかったっけ。あれじゃん。あ、え、ヒートテックとマスクって一緒？一緒ですか。もう恒例になってまっちゃってるから。動画見てる人も、あ、今年はイカちゃんは何買ってくれるんだろうみたいな。やばい。楽しみにしてます。まずいことが起きているかもしれません。アイロンどういうの買ったの結局。アイロンですか。うん、あ、私は買っております。友達だと買わせていただきます。つまんなつまんな手を挙げました。友達の使ってる。カール、ストレート。ストレート、うん、カールも友達持ってたんだけど、うん、あのめちゃくちゃできなかった自分で。カールはむずいよね、うん、あっちにいたりこっちにいたりするから、もうストレートで行こうちゅーわけよ。だんだん上手くなってきたやつについて。はい。あ、顔が毛だらけやめかーい。アンパンマンやん。そいで、アンパンマン。え、アンパンマンね、モノマネだって欲しいでしょ。モノマネは欲しいよ。いいんじゃない、アンパンマン。顔いくつになった。私はもうちょっとで、あ、26になるよ。まあ、アラサーに入る。入りません。なんで。なんで入るよ。ほらよ。なんで。30の方が近くなる。ならんよ。なるよ。ならんよ。もう、アラサーでにイカちゃんですって言うならんよ。私はイカ年齢永遠の7歳、うん、イカちゃんですっていうことにするからね、来年から。そういう話だからね。今年はさ、うん、正月あるらしいじゃん。やったね、やったね、やったね。みんなで出れるのかな。嬉しい。いつも毎年イカはね、フグをさ送ってくれるんだ。まあね、それも今年は無理かな。また冷めるよ全員。木製図だとそういう風にフグ食べれるような。いや、去年無理だったでしょ。だと思って。いや、今年もまだ釣けんやろ。釣ってきてよ、フグ。釣ってきてもさばけんやろ、イカは。それ話と違うよ。違うんだ。釣けんだろ、まだ。このご時世。フグをみんなで釣けんだ。いや、なんか別にさ、釣く必要ないじゃん。一人一皿配って。一人一枚ずつしか食えんよ。あんなもん競争で食べるから。内緒にしときゃいいやん。バレへんやろ。バレるだろう、どう考えたら。今年はなしで、なんか日本酒とか。ああ、ね。え、でもお酒 あるんだっけ今年。あ、そうか、ないんだっけ。そうか、確かお酒があれば、ね、内緒でみんな飲んでたでしょ。飲んでないでしょおー、かわいいね。かわいいね。前はさ、ちょっとさ、巻いて、外羽もさ、うん、おばさんっぽくなってたやん、うん、
失敗みたいになってなってないよ。なってんだ、自分で言ってんだよ。成功だよ。なんやこれみたいな。あ、前回ね。うん、いいじゃん。おいいじゃん。なんか重さがなくて無理やり感ないでしょ。確かに。前回はみたいな。なってなかった。もっと崩して、もっと自然にいろんな。バビタバンダポテポンバビタバブーあー、いかちゃん神はおしゃれ髪だよ。うん、ちょっとで本当プロレスラーかと思ったけど、タイツ、細いタイツ履いてさ。タイツじゃないわ。普通のズボン履いたらああなっちゃったから。他のアウターね。いいだろう。プロレスキーやってきた。あはは、何アルペンで買ったこれ。古着なんですけど。これ何 JR の CM だよこれは。何すごい言われるんだよね、スキー行ってきたって。それそうだよ、これ来てたらそんなことないでしょ。スノボじゃないからね、スキーだからね。パパパパーン、いい感じ。動かないで。あ、いいね、サムネこれいいと思って。鼻毛チェック。うわ、やばい。まずい、それはまた。実は本日カバリンの誕生日ということで、えおそばせながら、はい、誕生日プレゼントを持ってまいりました。やったー、いやー、ありがとう。パパパパーン。いやー、そっか、もしどんなヘアアイロンですかね。僕はスチームアイロンがちょっと欲しくて、いかにちょっともね、お願いって言ってて話したんです。ユニクロ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 の袋、ユニクロの袋、ユニクロの袋をあげるよ。ユニクロにスチームアイロン売ってる？うん、売ってたらしい。どうやら最近ユニクロ進化してるから。いいて、うん、ありがとう。なんかみんな見ずに帰ってもいいかもしれない。いやだって開封しないと。それはだってみんな、いや、なんか見ないで帰ってもいい。ありがとう。コモリンハッピーバースデー。めちゃくちゃ過ぎてるけど、コモリンといえば寒がり。いや、だから今年もこちらこそ寒がりなの。いつも髪を切ってくれてありがとう。だったー、今年も国団をプレゼント。いや本当にそのプレゼントありがとう。はい、これ去年いっぱい買ってくれたよ。いやでも去年のはもうボロボロでしょ。そう、まあ冬なんて中に着るやついくらってもいいですからね。ありがとう。はい、これはじゃあメルカリで売りたいと思います。ありがとう。はい、ということで、今日はイカちゃんでした。ありがとうございました。はい、皆さんバイバーイ。先に痛い大切に扱ってくれ。ごめんなさい。チャンネル登録お願いします。お願いします。